2014 FIFA ワールドカップ2014 FIFA ワールドカップ決勝トーナメントブラジル対チリ戦ブラジルの先制の場面コスタリカ対ニリシャ戦準決勝ブラジル対ドイツ戦 2014FIFA ワールドカップ決勝トーナメントはグループリーグの各グループを1位あるいは2位で通過した16チームで行われるトーナメント戦である一回戦八試合を皮切りに 準々決勝4試合、準決勝2試合、3位決定戦、決勝と合計で16試合が行われた。決勝トーナメントでは45分ハーフの試合で決着がつかない場合は15分ハーフの延長戦が行われた。この延長戦でも決着がつかない場合は引き分けとなり PK 戦で勝ち進むチームを決めた。ブラジル VS チリ、チーム 1V。 チームにコロンビア VS ウルグアイ、チーム 1V。チームにフランス VS ナイジェリア、チーム 1V。チームにドイツ VS アルジェリア、チーム 1V。チームにオランダ VS メキシコ、チーム 1V。チームにコスタリカ VS ギリシャ、チーム 1V。チームにアルゼンチン VS スイス、チーム 1V。チームにベルギー VS アメリカ合衆国、チーム 1V。チームにブラジル VS コロンビア、チーム 1V。 チームにフランス VS ドイツ、チーム 1V、チームにオランダ VS コスタリカ、チーム 1V、チームにアルゼンチン VS ベルギー、チーム 1V、チームにブラジル VS ドイツ、チーム 1V、チームにオランダ VS アルゼンチン、チーム 1V、チームに、チーム 1V、チームに、チーム 1V、チームに、ありがとうございます。